皆さん、こんにちは。今回は後藤久美子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。モデル兼女優の後藤久美子さん、国民的美少女として一世を風靡した後藤久美子さんの旦那さんはどのような方なのでしょうか。今回はそんな後藤久美子さんについて深掘りしていきたいと思います。後藤久美子さんは1995年に F1 レーサーのジャン・アレジさん結婚されました。ジャン・アレジさんは1964年6月11日生まれ、フランスの出身です。元 F1 レーサーであるジャン・アレジさんは17歳の頃からカートレースを始めました。1987年にフランス F3、 1989年に国際 F3000 でチャンピオンを獲得しています。F1 ではフェラーリなどで活躍し、アグレッシブな走りで人気を博しましたが、2012年に引退されています。後藤久美子さんの旦那さんの現在の職業はどうなっているのでしょうか。ジャン・アレジさんはすでに F1 レーサーを引退しており、フランス・アビニョンにてブドウ園を経営して、そこでオリジナルワインを生産しています。なんとこのビジネスでは少なくとも年収15億円以上は稼いでいると言われています。ジャン・アレジさんは経営者としても優秀であることがわかります。後藤久美子さんとジャン・アレジさんは1993年に制作された映画シティハンターの出演がきっかけで出会いました。主演のジャッキチェンさんがスポンサーとして協賛していたマカオグランプリのレースにジャンさんが出場するということで、後藤久美子さんはレースを見学しに会場に足を運びました。そこで初めてジャン・アレジさんに会った後藤久美子さんは一目惚れし、すぐにジャン・アレジさんのファンクラブに入会しました。その後積極的にアプローチをかけていったそうです。それからもジャン・アレジさんが日本へ仕事で来日するたびに会いに行き、ついに1995年に交際がスタートしました。後藤久美子さんは好きになるととても積極的になられるようです。後藤久美子さんとジャン・アレジさんとの間には3人のお子さんがいます。それぞれどのような方なのか見ていきましょう。1996年11月19日に長女であるエレナ・マイノ・アレジさんが誕生しています。2024年には28歳を迎えますが、フランス人と日本人のハーフということでとても美人な方です。現在はモデル、女優として後藤久美子さんと同じオスカープロモーションに所属しており、将来は映画監督になるという夢を抱き、芸能活動を頑張っています。1999年9月20日に長男であるジュリアーノ滝・アレジさんが誕生しています。2023年には25歳を迎えますが、両親どちらにも似ていてなかなかのイケメンだと話題です。ジュリアーノ滝・アレジさんは2013年にカートを本格的に始め、2015年からフランス F4 に参戦しています。ジャン・アレジさんの遺伝子を引き継いでいる息子さんなので、きっと将来は大物レーサーになること間違いなしでしょう。2007年には次男のジョン・リュージ・アレジさんが誕生しています。気になる顔画像ですが、残念ながら公開されておらず不明です。2023年現在で16歳のジョン・リュージ・アレジさんは高校1年生ですが、学校なども公開されていません。しかしすでに F1 レーサーになることを表明しており、近い将来メディアにも登場する機会が増えていくことでしょう。1995年からジャン・アレジさんと交際をスタートさせた後藤久美子さんですが、実は交際当時ジャン・アレジさんにはすでに奥さんとお子さんがいて離婚調停中でした。調停に入っているとはいえど、後藤久美子さんとの交際は不倫にあたります。そのため後藤久美子さんはジャン・アレジさんとの交際が発覚してからは批判の嵐を浴びました。そしてジャン・アレジさんの離婚が決まると同時に、後藤久美子さんは周りの反対を押し切るような形でフランスでの同居生活をスタートすることになりました。いわゆる略奪婚という形ですが、今でも幸せな家庭を築かれているので結果オーライといったところでしょうか。後藤久美子さんとジャン・アレジさんは現在フランスに自宅があります。その自宅はフランスの古城を現代風にリフォームしたお城とのことです。なんとお手伝いさんが数十人近く働いていることから、
後藤久美子さんは料理や洗濯、掃除、さらには車の運転までお手伝いさんがサポートしているというお姫様のような暮らしっぷりだといいます。残念ながら気になる自宅画像は公開されていませんが、とても大きい豪邸なのでしょう。一時期タイ人とのハーフと噂になっていましたが、実際には純日本人でした。デビューした頃からすでに現在の面影があります。後藤久美子さんは21歳の頃からジャン・アレジさんとは交際していたそうです。そんな2人の若い頃の画像を見てみると、まるで映画のポスターのようなツーショットでした。1993年、後藤久美子さんは19歳の時にジャッキー・チェン主演の映画シティハンターに出演しています。その PR でマカオグランプリに行った際、後藤久美子さんがジャン・アレジさんに一目惚れをしたことから始まりまったそうです。後藤久美子さんは現在3児の母となっていますが、変わらず美しいお姿です。後藤久美子さんは11歳の時にモデルとして芸能界デビューをしています。ほぼ同期の宮沢りえさんと共にキットカットの CM に出演した際の画像があります。二人ともとても可愛いです。後藤久美子さんは1986年にテレビの国のアリスで女優デビューをしています。12歳の頃の後藤久美子さんですが、誰もが認める美少女であることがわかります。1988年公開のラブストーリーを君に見て、後藤久美子さんは映画初主演を務めます。14歳にして映画主演はすごいことです。1989年公開の映画男はつらいよ虎次郎の休日に出演時の後藤久美子さんはまだ10代のあどけなさが残っていました。2007年33歳の時に後藤久美子さんは次男を出産しています。そして現在の居住であるスイスジュネーブに邸宅を建てています。ハーフの子供たちが外見を気にせずのびのびと生活できる環境で育つようにとの思いから移住を決めたそうです。ちなみに長男のジュリアーノさんはレーサーとして、長女のエレナさんはモデルとして現在活躍しています。後藤久美子さんは3児の母ですが、女性としても母親としても素敵な存在へと進化しました。女優をやっていただけではそうはならなかったことでしょう。実は結婚してからも後藤久美子さんは不敵ではありますが、日本でお仕事を継続されてきました。キリンビール、キリン1000の CM 出演時の後藤久美子さんの映像が残っています。若い頃ももちろん綺麗ですが、どんどん綺麗になっていきました。資生堂、マキアージュの CM に出演時の後藤久美子さんではさらに美しくなっており、誰もが憧れる美貌になっていました。44歳、2018年。映画男はつらいよ50おかえり寅さんに出演時の後藤久美子さん、22年ぶりに帰ってきた作品でとても話題になりました。映像を見ても40代には見えない美しさでした。47歳、2021年、長女でモデルのエレナ・ガレジ後藤さんがご自身のインスタグラムを更新し話題になったツーショットです。本当に綺麗なお二人で見とれてしまいます。48歳、2022年、この時に公開された画像も長女でモデルのエレナ・ガレジ後藤さんがご自身のインスタグラムのストーリーズにて更新されました。実は2024年には30年ぶりにドラマに出演するとのことでファンの間で話題になっていました。これからの後藤久美子さんの活躍も楽しみです。しかしそんな後藤久美子さんにも劣化して老けたという噂が出ています。その事実について調べてみました。若い頃から変わらず綺麗な後藤久美子さんですが、実は劣化して老けたという噂があるようです。後藤久美子さんは2023年現在49歳でしたので、若い頃に比べると劣化して老けたという声はありました。原因として考えられるのはメイクが濃く老けて見えるのが一理あるのかと思われます。ですがもうすぐ50歳を迎えますので、年相応の年の重ね方をしているのではないでしょうか。さて、子役から芸能活動をし、かつて元祖国民的美少女と呼ばれた後藤久美子さん、実は後藤久美子さんは昔から演技についてあまり評価は良くなく、大根役者などと揶揄されることもしばしばあります。後藤久美子さんの演技に対してはうまい、
下手と両方の意見があるようです。ではまず後藤久美子さんの演技がうまいと感じる方の理由を見てみたいと思います。美しい容姿と抜群のスタイルを生かした華やかな存在感、感情を抑えた演技で繊細な内面を表現する能力、豊かな表情や仕草でキャラクターに説得力を与える力、これらが身についているとされ、確かに若い頃の後藤久美子さんは抜群の美貌で唯一無二の存在感があったように思います。その美しさやオーラは現在も健在です。後藤久美子さんがそこに存在するだけで飲み込まれてしまうといった感覚なのでしょうか。続いて、後藤久美子さんのことを大根役者であると評価する人は以下のような点を挙げています。セリフ回しや間の取り方に違和感がある、感情の起伏が分かりにくく、演技が単調である、演技の幅が狭く、同じような役柄ばかり演じている。後藤久美子さんは1980年から1990年代に絶大な人気を博しました。その美貌と華やかな存在感から女優としても注目を集め、数々の映画やドラマに出演しました。しかし演技力についてはデビュー当時から賛否両論がありました。ところが2019年に山田洋次監督の映画男はつらいよおかえり寅さんで23年ぶりに女優復帰を果たしました。この作品では寅さんの息子みちる男の妻泉役を演じ、演技力が向上したとの評価を得ました。それから7年を経て今度はドラマ復帰しました。長らく芸能活動から離れていた後藤久美子さんですが、なぜにここに来てドラマ出演を決断されたのか。後藤久美子さんご自身によると、40年間所属されているオスカープロモーションへの恩返しのような気持ちが強いようです。しかし一方でジャン・アレジさんとのお子さんの存在も関係しているのではないかという見方もあります。娘のエレナさんが2017年に日本でデビューしましたが、思うような活躍ができていないようです。息子娘のために後藤久美子さんが自ら表舞台に出て話題を集める目論見があるのではないかという意見もあるようです。必要なのは金を払って払って払うことだ。お金を払わないとプレーできない。世界で唯一のスポーツなんだから。クレイジーだと思うよ。1月下旬、イタリア紙の取材にこう答えたのは、女優、後藤久美子、46歳の夫で、元 F1 ドライバーのジャン・アレジでした。彼のクレイジー発言が、現在スイス・ジュネーブの大豪邸で生活する夫妻に思わぬ波紋を投げかけているといいます。しかし近年は期待通りの成績を残せず、夫妻は金策に奔走していたというのです。レーサーがいい車に乗り続けるためには多額の持参金を積むのがモータースポーツ界の常識です。アレジと久美子は息子のために資産を取り崩し、最近では所有していた最高級車のフェラーリ F40 も売却したほどです。でも2人の資金捻出も虚しく、成績不振のジュリアーノは1月でフェラーリをクビになってしまったんですと5組の知人の知人は語ります。現地ではアレジと久美子は息子に金を使いすぎて金欠状態ではないかと囁かれました。ジュリアーノが日本でスポンサーを見つけ、活動の拠点を日本に移すことになると、今度は一家離散、夫婦別居説が騒がれたのです。5組一家は親密さが伝えられる一方、個人主義の確立したフランス流だけに何度か夫婦の危機が噂されました。いかがだったでしょうか。今回は後藤久美子さんについて深掘りしてきました。後藤久美子さんの旦那さんは元 F1 レーサーで、現在はフランスの葡萄園で経営者として活躍されていることが分かりました。しかも2人の間のお子さんはとても美男美女で、これからの活躍に期待が高まります。後藤久美子さんはかつて5組という愛称で親しまれてきました。2024年現在、劣化して老けたと言われていることについて検証していきます。現在なんと49歳なのですが、全くそう見えないほどかっこいいお姿をしています。そんな後藤久美子さんの若い頃が綺麗すぎると言われている若い頃の画像を見てみました。後藤久美子さんは若い頃から整った顔でとても可愛いことがわかります。2023年当時も綺麗な後藤久美子さん、これからもこの美貌は保っていってほしいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。
この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。